壁駅西口の五右衛門風呂と大浜モニュメント。周りの椅子や建具の柱なども鋳物でできている。壁鋳物は、広島県広島市朝北区壁で生産されている鋳物。壁は、大田川とその支流である根、ね、谷川、三崎川との合流地点にあることから、川運の集積地であり、また、瀬戸内海側からの雲石街道が、この地で、出雲街道、岩見街道に分岐して、 山陰川へと向かうことから、古くから、交通、物流の要所であった。安土桃山時代、この地は、毛利氏家臣の熊谷氏が治めていたが、関ヶ原の戦い後毛利氏が長州へ転放されることになり、熊谷氏もそれに従った。この熊谷氏の家臣には、三宅勘兵という者がいて、それに従わず、壁に移ってきの惜しいしのを始めたのが、 株芋の,の起源であると伝承されている。また別の話では、元気年間頃熊谷市家臣時代の官兵衛はすでに芋の師をしており、いわゆる熊谷市御用芋の師であったと伝承されている。これとは別に比較的信憑性の高い説としては、五福島神社大岸にあたる初日地で芋の師をしていた山田氏の所流とされる久江大輝が、天文年間に壁に移り住み、芋のを始めたという。 三入八幡神社は、熊谷市がその居城である三入高松城の鬼門に建立したものであるが、当初の盆昇は、久枝市が元気元年作ったものであるという。ただし、久枝市は二代で終わったという。後、三宅市は代々壁の商屋を務め、壁の土地の大半を所有した。三宅市は、壁物の棟梁的な存在となったと推定されている。明神公園内の鉄道路。 文化五年、三宅総衛門遠征によるもので、現存最古。ここは、もともとは、大田川からの船入り掘りで、鉄道路をはその包みに置かれていた。昭和初期に埋め立てられ、公園となった、五福島神社反橋。手前の回廊に近い側の高欄長部にある義母氏が、文化九年、三宅官兵衛遠征によるもの。壁が、鋳物の町として、 広島藩内随一にまで成長したのは江戸後期と見られている。北側の中国産地内ではたたら製鉄が行われており、その過程で出た金粉や出来上がった洗鉄がこの地で卸ろされ、また物資の集積地であったことから木炭など他に必要なものを多く売ることができたことで、これらを用いて芋のが大きく発達した。秋、ビンゴの芋の株の名簿である。 芸美イモジ株においては以下の名が記載されている。また現存するイモ品には三宅市の他に細田市の名もある。現在の壁三丁目には吹屋、刈屋という地名が残っており、そこが当時のイモ業の中心地であった。黒船来航以降、各藩は軍事力増強、施設の建設や武器の製作に努めた。広島藩では藩内のイモノに、 大砲制作を命じ、広瀬村に大砲城を置き、藩内の芋の死を集めた。壁では、三宅氏が大砲制作の命を受けているが、完成には至らなかったと伝えられている。また、母親戦争後は、財政的に破綻状況となった諸藩は、偽金作りを行っている。広島藩でも同様で、壁では、年寄りで鉄とや芋の屋を営んでいた、南原や、 坂文在門にそれれが命じられた明治元年4月から二分金や天保金が作られたという。明治3年4月、明治政府は諸藩に対し偽金製造をやめさせ、また、明治2年5月までに偽金製造に関わったものを謝面する旨を発布した。ただ、広島藩ではそれ以降も偽金作りを行っていたことが政府に発覚。 取り調べの中で藩内で最初に入浪させられたのが文在門であった。文在門は藩の責任を一身に背負い、明治4年2月、病気により、極中死した。もともと、五右衛門風呂とは、底釜だけが中鉄製で、その上に木製の桶を乗せたもの、長州風呂が桶も含めて、風呂釜全体が中鉄製のものと区別していた。ある百科時典では、 長州ベロは中国から長州に伝わり一般化したとしているが、これは東大寺復興に尽力した長元が大仏殿再建のため巨木を求め、186年頃に巣王国にいたり木材切り出しに従事する妊婦のため、後に解散した巣王国阿弥陀寺において輸子校の施設として整備した鉄湯船であり、南宋で知り得たものを国内で再現したとされるもので、 行われた壁においては別の説がある。江戸時代は鉄が貴重であったことから木桶中鉄鎌型が主流であったが、明治時代に入り、製鉄の近代化が進み、鉄の流通量が増えると一体型が作れるようになった。壁でも作るようになり、当初は広島風呂、芸州風呂として売り出していたが、壁の芋のしが広島は砂漠派だから京都、大阪ではイメージが悪いと、 長州風呂と名を改めて売り出したところ爆発的に売れた。一方で旧来の五右衛門風呂は木桶と中鉄釜の接合部分から水が漏れることもあって次第に廃れていき、逆に名前は長州風呂胡椒が廃れ五右衛門風呂胡椒が一般的となった。一時は風呂釜の全国生産量の約8割が 広島産で、そのうち7割が壁で作られたものであったと言われ、一大産地であった。壁の芋の親は、ほぼ、五右衛門風呂か、その関連商品を作っていたという。そうした中で、第一次大戦後に芋の製造の近代化が進み、町の南端である中島地区に生産の中心地が移っていった。風呂釜は台湾、朝鮮、満州などにも輸出していたという。 ただ、ガスの普及や公団住宅の増加などで、放浪や FRP などの浴槽が急速に普及したことによって、五右衛門風呂以外の商品も作られるようになり、オイルショックを境に、完全に五右衛門風呂製造から撤退して、他商品へと移っていったという。現在の壁の芋のメーカーは、エンジンポンプなどの機械部品、金型、マンホールの蓋製造が主流となっている。 2018年現在、国内で唯一五右衛門風呂を製造している大和重工も、また、壁の会社である。出雲で、たたら製鉄を営んでいた桜池は、壁に関係がある。桜池の家電によると、海祖は、花はなおきとされ、その息子の直お種が、広島藩所大藩主福島生息に仕えていたが、生息が回域され次の広島藩主が、 朝の長明となった際に、大阪夏の人家師の戦いで、父、直行と戦った相手であることから、浪人し、母方のせいである桜井を名乗り、壁に住んだ。生活に苦労する中で、ビンゴ国高野で良い鉄が取れることを知った桜井、直谷は移住し、たたら製鉄を始めた。その息子である、桜井直重が、奥出雲へ移り立たたら、製鉄を続け、 野号を壁屋とした。なお、貨幣屋さんの鉄が壁に流れていたかは不明。ありがとうございます。